とにかくこの歌はその言葉の途中にあの横の棒ですね、それが入ってきてすごくこう間が多いんですよね。あの母音を入れるってやつよりも間になってくる横の棒を使ってますから、そいつを上手にね扱いましょう。だからあんまり春まだ遠いなんかじゃなくて、春まだ遠いみたいなね、すごくこう 情感ですよね、溢れてますよね。そういうところをしっかりね一緒にやりましょう。じゃあいきます。さあまずはテンポですね。このテンポです。テンポにしっかり聴いてれば大丈夫ですよ。このテンポの上でメロディー動いていきますからね。上手に間を取ってね、一緒に歌います。春まだ遠い、キサラギは北風えりたて裏通り。はい、バッチリです。ね、ここも北風えりたて、こういう風にね間が入ってきますからね。北風えりたてなんてね、そんなんじゃなくて、北風えりたて裏通りね、裏通りじゃなくて裏通りね。すごくだからその間にたくさん母音を使ってみたり、それからその間になってますからね。間っていうのはあの休符じゃないから切っちゃダメだし、だから難しいですよね、間の問題はね。もう一回ちょっとそこまでを一緒に。さあ上手に間を扱います。春まだ遠い、キサラギは北風へ似たで裏通り。はい、次行ってください。長い気に生きてはゆけ。でここも、まあ、生地はいいですからね。器用にのとこも器用に、この器用の世の後のこの横棒は音になってくるんですけども、ここの扱い方を上手に、器用にみたいなね、器用に器用にで、生きてはのところも生きてはっていうと結構苦しいから、生きては生きてはゆけぬ、ここで拳が入るわけです。ゆけぬみたいなね、ここも入れられたら入れた方が演歌ですからね、いいですね。だそれじゃあそこら辺をねもう一回生地から。裏通り、はい、生地器用に生きてはゆけ。この間ばっかり、そんな奴らの雪玉に、はい、OK です。ここもいいですね。そんな奴らの雪玉に、これ拳が入ってくるかな。それを一緒にまたやりましょう。よく歌えてますよ、その調子で。生きては行けぬ、そんな奴らの浮き玉に、はい、夢です。夢の入り口、はい、 OK ですね。はい、ここもいいでしょう。それで夢のところでは夢のってきますから、夢の目のところですね、ちょっとここにアクセントの場所ですから、ちょっと入れとくと目のおってやつがすごく登りやすくなるから、夢のとね、スッといっちゃう。で入り口のところで入り口、こういうふうな拳がポッポって2つ入ってくる、入り口みたいなね拳が入ってきます。さあそのままいきましょう。そんなやつら、そんな奴らの浮き玉に、夢の入り口、
ここは隠れ家、男の庭に。はい、OK。で、最後のところは、ここは隠れ家のところでは、ここはとも隠れ家ならどうせもう給付が入って、ね、お休みが入ってますから、つなぐわけないです。で、隠れ家の家のところで、今度、滑らかに下ろしてみます。隠れ家、隠れ家、ね、ポールっていう形になるんだけど、それを使います。ここは隠れ家、レガーかね。で、男のイオリも、男の。で、イオリの、ちょっとこれ間を取っておいて、男のイじゃなくて、男のイオリイ。また、リイってこう、ポール使います。そうすると、この最後の、ここは隠れ家、隠れ家男のイオリのところで、テクニック使ってくるわけですよね。ポールっていうテクニック。すごく柔らかく聞こえてくるんですよね。隠れ家でもあんまり乱暴な言い方をしていないからね。そのあたりをもう一回やりましょう。それじゃあ夢でかな。19番ここですね。はい。吹き溜まりにアクセント。ここは隠れ家男の庭に。はい、 OK、 それいいです。これがこの歌のね、歌い方なんだけども、とってもこの歌僕も好きなんですけども、すごく言葉の間が多いですよね。だから本当にこう情感たっぷりに言葉が聞こえてくるっていう感じですよね。それを上手にやらないと、なんかのっぺりした歌になってしまうから、やっぱりこの間を上手に生かすことと、あとは拳でしょうね。やっぱり拳を上手に、綺麗のいい拳、あーみたいな拳がスッと入ってくると綺麗だけどもね。あー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 な、そんなのダメですよ。あーね、だから拳だけは何箇所かありますから、その中のどっかでもちゃんと入れられるようになれば演歌らしくなるっていうね。やっぱり演歌に拳っていうのはちょっとこうもう必要なもんですもんね。必須ですもんね。ビブラートとかバイブレーションね、ビブラートとか拳とかで、今のフォールっていうやつ使ったから、で今度はしゃくり上げなんかこの歌ではあんまり使っていないけど、そんななんかのところでもし苦しかったですよ、生きては行けぬってこうやっといて、そんなのところでそんなってやったら、ほら今度はフォールじゃなくてしゃくり使うわけで、そんなって、これがそのまま直接言っちゃいますよね。そんなやつらの、それがもししゃくり使うと、そんなそんなやつらのね、これもどっち使っても大丈夫ですね。その人その人の歌い方で出てくるはいいってことですね。